トトトーーータルゴルゴフフィットネストレーナーの小宮亮です今回のこの動画では前屈ができない方それとゴルフスイング中にアーリーエクステンションといってインパクトのタイミングでお尻が前に出てきてしまう方もしくは体が起き上がってしまう方に特に見ていただきたい内容をお話しさせていただきます。 前屈とゴルフのこの関係性は先ほど説明したようにまずアーリーエクステンションになりやすいというところにつながってきますなぜかと言いますと前屈ができない方はお尻を後ろに引くことが苦手になってきますですのでゴルフスイングこういう動きの中でお尻を後ろに引いた状態をキープできずに前に上がってきてしまう というエラー動作が起こりやすくなってきます前屈をきれいにつくお尻をしっかり後ろに移動させて床にタッチするという動きはもちろんですのでこれを一緒に改善していきましょう今回のこの動画では前屈の動きチェックそれと簡単なストレッチのエクササイズをご紹介させていただきます それでは一緒に体を動かしていきましょうはいそれでは前屈の動きチェックを行っていきます前屈の動きこのような形ですこのような動きで動作チェックをしていきましょうやり方の説明です 両足を揃えて立っていただいて床に手を伸ばしていきますこの時に膝が曲がらないように注意しながら前屈を行っていきましょうそれでは前屈の動作チェックを終了としますあとどのぐらいで届くかなっていう感覚的なところであったり あと何センチで床に届きますという数値的なところの2つの記録をぜひメモにしておいてくださいそれで今回の動画と次の動画でどのぐらい変わったかを楽しんでいきましょうそれでは改善エクササイズを行っていきたいと思いますまず今回行うのがですね前屈にすごく大事になってきます 下半身の柔軟性モビリティエクササイズと呼ばれるものをご紹介させていただきますそれではまず1つ目のエクササイズを行います1つ目のエクササイズはもも裏のストレッチを行っていきますまずはじめに仰向けの姿勢になってくださいそのまま片足を膝裏で抱えましょう この時に抱えてない足今の状態ですと左足ですねは膝をしっかり伸ばしておきますそうしましたら右足抱えている側の足をかかとを天井に向けるようにして膝を伸ばしていきますこういうような動きですねこの時につま先が上を向かないように 足首をしっかり曲げ、かかとをグッと天井方向に押し上げていきましょう。膝が伸びてる状態で5秒キープです。5秒キープしたら、またゆっくり戻して、もう一度膝を伸ばして5秒キープしていきましょう。これをまず10回行います。10回行ったら、逆の足を抱えて、 また膝を伸ばしていきます。最初のうちは伸ばしきれるぐらいのところで大丈夫です。一回ごとだんだんとしっかりと伸ばしていきましょう。上でしっかりと5秒キープ。5秒キープしたら戻して、もう一度膝、かかとを天井方向に向けるように膝を伸ばしていきます。 はい、このもも裏のストレッチを十回一セットですね。五秒キープを十回を左右やっていただきます。続いてそうしたらお尻のストレッチを行っていきます。次は長座の姿勢になりましょう。このまま片足を膝を立てた状態から反対側の足を 膝にかけるようにしますこの時にしっかりとかけた足今で言うと右足ですね膝が内側に来ないように外側にしっかりと押しましょうこの状態で30秒間キープしますこれでも伸び感がまだな足りないよという方は体と足を近づけるようにしていきましょう ここで30秒間キープですね今右のお尻のストレッチをしていますここで30秒キープしたら足を倒すようにして膝を抱えましょう先ほどよりも外側の部分のお尻をストレッチします膝がみぞおちに近づくようにしっかりと膝を抱え込みましょう これも30秒間キープです。この2つ右足を30秒キープしたら続いて逆足を行います。右足用の膝を立てて左足をかけるようにしていきましょう。でしっかりと床にお尻をつけてしゃがみ込みます。膝もこの時は開いた状態ですね。をキープしていきましょう。ここでまた 30秒間キープしていきます。ここで30秒キープしたら、今度は右側に倒すようにして、左膝をしっかりと抱え込みましょう。膝が溝内に近くなるように抱え込んでいきます。このとき、呼吸ですね。大きく鼻から吸って、口から吐くような深呼吸を心がけてください。 じゃあこの4つのお尻のストレッチをそれぞれ30秒ずつ1セット行いましょう続いては腰のストレッチを行っていきます腰のストレッチでは背もたれ付きの椅子を利用して行っていきますまずはじめに椅子の横に立ってください立ったら背もたれを両手でつかみましょう この姿勢のまま椅子側の足今で言うと右足ですね右足を左足の前側にクロスしてこの姿勢を作っていきましょうこのままお尻を左側にぐーっとシフトするようにして少し側屈と呼ばれるように右に傾くような姿勢ですねこの姿勢を作っていきますこれもまた先ほどと同様30秒間キープしていきましょう この時に左膝左膝が曲がらないように注意してくださいしっかりと左膝は伸ばしたままですここで30秒キープできたら今度は上半身を椅子側にひねっていきましょう椅子側にひねった状態で先ほどの姿勢を作りますこれもまた30秒間キープしていきましょう ここでも深呼吸は続けたまま行っていきましょう硬さがすごくある方ですと痛みが出てきてしまう範囲があると思いますのでご自身のできる範囲でのストレッチで構いませんでしっかり腰を伸ばしていきましょう片方ができましたら逆方向も行っていきます反対側に足クロスして、 ぐっと体を倒すようなイメージですね今回は右の腰です今は右の腰のストレッチですここで30秒キープですね30秒キープしたら上半身を椅子側に向けます肩のラインが背もたれと平行になるようにしたままお辞儀をしていきましょうより腰間の伸び腰あたりの伸び感を増やしていきます こうでも大きく深呼吸しながら30秒間キープしていきましょうはいこれが腰のストレッチですラスト4つ目のストレッチエクササイズはふくらはぎふくらはぎのストレッチを行っていきますふくらはぎのストレッチは壁を使用して行っていきますやり方のご説明です壁に 手をついていただいて、少し離れた状態から、つま先を上げた状態で片足、壁にタッチしましょう。この姿勢をキープしたまま、体を壁際に近づけてください。この状態で、右足のふくらはぎのストレッチが行われている状態です。つま先がこう落ちてこないように、 しっかりと上を向いた状態をキープしたまま壁に体を近づけていきましょうこの時上半身だけ近づくお尻がまだ後ろに残った姿勢ではなくしっかりとお尻も前に寄せた状態でストレッチをしてくださいこれも30秒間しっかりとエクササイズを行っていきましょう30秒間しっかりとつま先を上に向けた状態で止まっていきます これ三十秒やりましたら、逆足、左足のつま先を乗っけて、また壁方向に近づいていきます。これもつま先が落ちてこないように、しっかりとウェッジかけたままエクササイズを行いましょう。はい、これがふくらはぎのストレッチです。以上でパートワンの動画が終了です。 パート1では前屈の動作チェックとエクササイズを行いました。エクササイズは下半身の柔軟性、モビリティを出すエクササイズです。パート2では前屈をきれいにするための動かし方のトレーニングを行っていきます。この動画の続き、パート2を楽しみにお待ちしてください。ご視聴ありがとうございました。